レティーロ駅はアルゼンチンブエノスアイレス特別区のレティーロ地区にある3路線3つの駅舎からなる鉄道駅である。駅周辺は中心業務地区であり、サンマルティン広場に面している。アルゼンチンで最も忙しい鉄道駅の一つであり、ミトレ線、ベルグラーの北線、サンマルティン線の三近郊路線のターミナル駅となっている。 駅前及び東側には、ブエノスアイレスの主要なバスターミナルである、レティーロバスステーションがある。短距離路線バスのバス停やブエノスアイレス地下鉄のシーの駅にも接続している。フレンチスタイルの駅舎は、イギリス人建築家のユースタスエル・コンラー、ロジャー・コンラー、シドニー・ G ・フォーレット、技術者のレジナルド・レイノルズによって設計された。1909年6月に着工し、 レティーロ駅は1915年8月1日にオープンした。鉄骨構造はイングランドのリバプールで作られ、アルゼンチンで再び組み立てられた。長年にわたり、南米の土木工学上最も重要な例であり、建築学上世界で最も優れた建築物の一つであるとされた。1997年にはアルゼンチン歴史遺産に指定された。 過去の写真レティーロ・ミトレ駅の切符売り場とロビー、地下鉄との接続口レティーロ・ミトレ駅のホームに、停車中の日本製の電車とトレインシェットレティーロ駅は、ブエノスアイレス最大の近郊路線駅であり、他駅よりも多くの通勤列車が発着する。2016年時点では、アルゼンチン国鉄とフェロビアスが運行する3つの主要路線が、レティーロ駅とブエノスアイレス北部郊外を結んでいる。 このうちミトレ線は電化されており、ベルグラーの北線は1000 m、mm、m の凶器となっている。これら3路線は1948年の第一次、国有化以前は全て違う会社であったため、各路線ごとに、駅舎はデザインを含め異なっており、改札も各路線ごとである。通勤路線網の中心駅としての機能に加えて、ミトレ将軍鉄道及びサンマルティン将軍鉄道の レティーロ駅は国内西部や北部に向かういくつかの長距離列車のターミナル駅でもある。2006年4月には当時のネストル・キルチネル大統領がブエノスアイレス・ロサリオ・コルドバ高速鉄道の建設計画を発表した際にブエノスアイレスのターミナル駅としてレティーロ駅が使用される予定であったが国内の財政危機のために計画は停滞している。新アルゼンチン国鉄によって コルドバ州、コルドバ、ロサリオ、トゥクマン州、サンミゲルデトゥクマン、ルフィの塔と結ばれている。ありがとうございます。